リベリア。リベリア共和国、通称リベリアは、西アフリカに位置する共和制国家。北にギニア、西にシエラレオネ、東にコートジボワールと国境を接し、南は大西洋に面する。首都はモンドビア。アメリカ合衆国で解放された黒人奴隷によって建国され、1847年に独立し、現在のアフリカの中ではエチオピアに次いで、 古い国である。しかし1989年から2003年にかけて、断続的に二度も起きた内戦により、戦争一色の無秩序な国と化していた。現在も、その影響で、世界最貧国の一つとなっている。正式名称は、英語で、リパブリック・オブ・リベリア、リパブリック・オブ・ライビリア、通称、リベリア。日本語の表記は、リベリア共和国、通称、 リベリア、国名は、ラテン語のレバー、自由なから来ている。1847年7月26日、合衆国憲法を基本にした憲法を制定して、独立を宣言した。初代リベリア大統領に、ジョセフ・ジェンキンス・ロバーツ、任期1848年から1856年が就任。百五十四年五月十九日、メリーランドアフリカ植民地が、 メリーランド共和国として独立を宣言するが、1857年3月18日、リベリア共和国に併合。1870年に、エドワード・ジェロイが大統領に就任するが1871年に暗殺され、1872年から1876年の間は、初代のロバーツが第6代大統領を務める。1878年に、 アンソニー・ W ・ガーディナーが大統領に就任。同年、与党申請保育党による事実上の一党制が成立し、1980年まで102年にわたって一党支配が続いた。1896年には、ウィリアム・ディ・コールマンが1900年まで大統領に就任した。1903年には、アーサー・バークレーが大統領に選ばれ、1904年も大統領に 再選される。1910年アメリカのメソジスト教会の宣教師、ウィリアム・ワド・ハリス・ボク氏が預言者を自称し、リベリアで宣教活動士のメソジスト教会のための教会運動を起こし、1913年にリベリアからコートジボアールにまで活動が広がる。1915年、アメリコ・ライベリアンのリベリア政府に対して、先住民のクル族とグレーボ族の反乱を起こす。 この間に第一次世界大戦が発生しており、連合国として参戦している。独立以来、故障海岸の先住部族は移民。アメリコラ・アイベリアンから差別の対象となり、圧政が敷かれていた。二十世紀となる頃には、差別と圧政への抵抗が強くなった。また産業が脆弱であり、財政が悪化した。1926年に、アメリカのファイアストーン社に対し、 ゴムの木の応援用地を99年間対応する契約を結び、大体に財政援助を受ける。しかし、1931年にリベリアのゴムプランテーションの労働は奴隷制と変わらないと国際連盟に告発される。この頃、リベリア政府高官が加担して、リベリア人労働者がスペイン領、フェルナンドポートを、原石道ギニアのビオコ島へ船積みされており、 その状況は、奴隷貿易と異ならないという噂が、国際的広まったため、政治的主権も危うくなった。チャールズ DB ・ D. キング大統領の要請により、国際連盟は調査団を派遣し、こうした国際的非難には、ある程度の根拠があること、そして副大統領の関与をほのめかした。このため副大統領は辞任して、キング大統領も衝撃を受け、 1930年に大統領を辞任する。後継者として、アーサー・バークレー元大統領の老い、エドウィン・バークレーが大統領となる。さらに、1930年代の経済不況で、リベリアは破綻寸前となり、1933年の政府、歳入はわずか32万千ドルに落ち込んだ。百三十四年には、ファイアストーン社の新しいゴム農園が生産を開始し、 国家は持ちこたえた。第二次世界大戦中の1942年、アメリカの援助により、アメリカ空軍機の離着陸のための空港の建設と港湾施設の改築が行われる。1944年、ウィリアム・ブ・エ・スタブマンが大統領選に当選、5年任期で再選もする。同年、連合国側につき、ドイツ、日本、 イタリアの数軸国に戦線を布告。同大統領はアメリコライベリアンと先住部族との経済的、政治的、社会的な格差を緩和することで融和を図った。1971年に死去するまで独裁的な政治運営を行い国内は概ね安定。その後、タブマン大統領の死去により副大統領だったウィリアム・アール・トルバートが大統領に就任する。 トルバート大統領は、パブマンの後を継ぎ、全リベリア人の平等を表明、縁故主義的な支配を廃止するなど、格差の是正に尽力。ソ連や中華人民共和国、キューバと国交を結んで、東側諸国との関係の強化を目論み、アメリカとは、疎遠状態となる。1973年、トバナー・ティポテは、反政府勢力、モジャを結成。 1979年、政府の米価の値上げ発表に対して反対デモが起こる。トルバートの元国務次官初期で、モジャの中心メンバーでもあったガブリエル・ワッカスマ・シューズが、トルバート政権への大規模な抗議運動を主導したとして、騒乱罪で死刑を宣告された。1980年、リベリア先住部族出身のサミュエル・ドー総長によるクーデターで、トルバートは暗殺され、 アメリコ・ライベリアンの支配が終わった。トルバート政権の崩壊でマシューズは釈放され、同政権のもとで、外相、内閣官房長官を歴任する。1985年11月12日出身のトーマス・クイーオンパがクラン族の同政権に反発し、シエラ・レオネからリベリアに侵入し、軍事クーデターを試みるが失敗。15日にクイーオンパは、クーデターに加わった。 ギオ族やマノ族の同胞らと共に処刑される。その後、同は、クラン族中心のリベリア国軍、f l を、ギオ族とマノ族が住む、ニンバ軍に派兵。ギオ族とマノ族を攻撃し、600人から1500人を、虐殺する。1986年、同政権下で、リベリア第二共和国が発足し、同が、第21代大統領に就任。 1989年、チャールズ・テイラー率いる、反政府組織、リベリア国民外国戦線、NPFL が、ニンバ軍で放棄して内戦が勃発した。西アフリカ諸国経済共同体、エコアスが、政府支援のために、軍事スケハイルが、1990年6月義を属のトム・オエウィルが、停戦交渉に、NPFL 代表として出席。 アメリカへ一時亡命していたクラン族のジョージ・ボレーが LPC という武装勢力を結成。あとの93年にはテーラー・イル・ NPFL と交戦し武装勢力を拡大し成長させる。戦闘が全土に拡大。カトリックのマイケル・フランシス大司教がモンドビアでギオ族とマノ族を大虐殺したクラン族のリベリア国軍に抗議。ブッシュ大統領は リベリアを途上国の優遇対象から除外すると発言。5月28日日本政府がザイモンロビアの日本大使館院全員の国外避難を発表。8月20日リベリアのモンロビアに派遣されていた200人のアメリカ海兵隊の部隊がザイモンロビアのアメリカ人800名以上をヘリコプターで国外へ避難させる。1991年クラン族のジョンヘゼキヤ防衛ン。 AFL の指導者になる NPFL から分裂したプリンス・ジョンソン率いるインプルの派閥が同大統領を捕らえ拷問の末に同を処刑。同政権は崩壊し、エーモス・ソーヤーが暫定政権を立てる。NPFL はこれを認めず、1992年からソーヤー派の戦線との戦闘が激化。NPFL が隣国シエラレオネ政府のリベリア内戦への派兵に、 抗議てシエラレオネに侵入する。NPFL の同胞だったシエラレオネ反乱軍のアハメド・フォーディ参考率いる統一革命戦線、ラフも戦闘に参加し、戦乱は国境を越えて広がった。アルハジ・クロマー率いるマンリホ族のムスリム系組織、アラモ、軍事派も内戦をジハードと捉え放棄。また3月に、クロマーのアラモ、軍事派から分裂したルーズベルト・ジョンソンが、 ウイモジェイの新勢力を結成し放棄し始める。ナイジェリアとガーナが、主体のイ、e、ーコモック軍がリベリアに発見される。アメリカはこれまでのリベリアへの巨額な経済支援の失敗などの経験から対リベリア関係の見直しを宣言し、リベリアへの経済支援などをしないと宣言した。また、リベリア内戦などの介入なども関わることにしないと宣言した。1993年、 ウォエビユとテイラーが組織の政治目標をめぐり対立。当事者代表が包括和平交渉に合意。10月アメリカがリベリアに派遣されている E コモック2980万ドル追加支援。内戦以来アメリカのリベリア援助が総額2億7000万ドル。1995年に和平協定に調印。9月ウィルトンサンカウロが CS 議長に就任。 1996年に停戦が発行された。内戦により15万人以上が死亡し、30万人以上が国外へ難民となるなど、西アフリカ最悪の紛争地域と言われた。9月3日ウロ、エコアス会議の席上で、テイラーの区靴と告発され辞任し、ルース・ペリーが暫定政権主犯下で文民代表として CS 議長に就任。アフリカ初の女性国家元首になる。 1997年に大統領、副大統領、上院、下院の統一選挙が実施され、NPFL のチャールズ・テイラーが大統領就任して、第三共和制が成立した。テイラーは大統領選で台湾から資金援助を受けていたため、台湾と外交関係を結んで中華人民共和国はリベリアと断交。その後、 テーラー政権が統合の2003年10月に台湾と断交して中国と国交回し台湾は中国が平和維持軍中国軍も参加をリベリアに派遣する国連を利用したと批判した2003年セクーコネ率いる反政府勢力リベリア民主和解連合ラードとトーマスニメリー率いるリベリア民主運動モデルが放棄し首都へ進攻する 6月17日には政府と停戦合意するが7月8日にアフリカを訪問したブッシュ米大統領に対し対リベリア平和維持部隊への米軍の参加を求める声が高まった7月25日ブッシュ大統領はリベリアの沖合に米海軍を配置するよう正式に指示8月には米軍をはじめとする平和維持軍が上陸しテイラー大統領はナイジェリアに亡命 モーゼス・ブラフク大統領が暫定的大統領に就任する。9月19日の国連アンポリ決議1509により国際連合リベリアミッションアンミルが派遣され、10月にはリベリア行動等のジュデ・ブライアント議長による暫定政府が発足した。2005年10月11日、暫定統治下において第1回大統領選が行われた。 元サッカー選手のジョージ・ウェアが得票率で上回ったが11月8日に決選投票を実施11月23日の最終開票結果で国連開発計画の元アフリカ局長エレン・ジョン・ソン・サー・リーフがアフリカ発の選挙による女性大統領となった2006年3月29日隣国シエラレオネの内戦に関与していたとして戦争犯罪などで 起訴されていたテイラー・マイ大統領が亡命先のナイジェリアで身柄を拘束され、リベリア経由でシエラ・レオネに移送された。その後、オランダのハーグにある国際刑事裁判所で開かれることになったシエラ・レオネ国際戦判法廷で審理が行われ、2012年4月26日、国連設置法廷における史上初の国家原始経験者に対する有罪、判決が下されている。 リベリアは建国以来、アメリカ合衆国の議会制度に習い、上下院の任意を持つ。内戦終結後は一時一分院制の暫定議会を有していたが、2005年10月11日に上下院及び大統領選挙を行い、大統選の決選投票は、同年11月8日、2006年に正式政府が発足した。2011年10月、 上海を及び大統領選挙を行った大統領選の決選投票は同年11月8日。なお、リベリアにはマイノリティとして非アフリカ系、レワノン系などの住民もいるが、アフリカ系黒人の優位を保つため、彼らは黒人ではないという理由で選挙権が与えられていない。たびたび国連から問題視され、 非アフリカ系住民にも選挙権を認めるように指摘されているが、リベリア政府は難しいと混乱ししている。リベリア内戦の1990年以降、ナイジェリアとガーナ主導の西アフリカ諸国平和維持軍 E コモックがリベリアに到着する以前は、アメリカの影響力や関係が最も強かった。内戦勃発後、アメリカの軍事介入を求める声が強くあったが、アメリカは、 対リベリアの優先関係などの見直しを宣言し、リベリア内戦に介入しないと宣言した。アメリカはナイジェリアやガーナのイーコモックによるリベリア介入を支持した。また、リベリアの内戦はリベリア付近のエコワス諸国同士の緊張ももたらしている。リビアとコートジボワールとブルキナファソは国家の制圧をめぐって内戦を引き起こしたリベリア国民外国戦線。 NPFL を支持していたが、イーコモ o と NPFL は対立していた。そのため、NPFL を支持していた他のイーコモ o 諸国、コートジボワールやブルキナファソなどとの間で、ギクシャクした関係であった。隣国シエラレオネとは、姉妹国的な存在だったが、NPFL が、シエラレオネ内戦の原因である、革命統一戦線、ラフを支持していたため、関係が悪化していた。 2003年に再び内戦が起こった時、NPFL のテイラー大統領に対して、ついにアメリカが圧力を加え、小規模で軍事介入する、あとはほとんどイ、e、ンコモックに任せた形で内戦は終結した。BR 国際機関への加入については、国際連合の原価名国であり、アフリカ連合、AU には、その前身のアフリカ統一機構を、 OAU 時代から加盟している。BR1973 年以降、シエラレオネと、さらに1980年に、ギニアも加わって、マノガード名、マーを結成している。BR 西アフリカ諸国経済共同体、エコワスにも加盟し、世界貿易機関、WTO にも加盟している。 日本とリベリアの正式な外交関係樹立は1961年9月。かつては両国とも相手国に大使館を設置していたが、2004年1月、内戦の影響によりモンロビアの日本大使館は閉鎖され、現在はザイガーナ大使館が兼活している。リベリアは全15軍、カウンティー、そしてモンロビアの連邦区に分かれている。 中央政府は軍長を任命し、軍にはさらに地区に分かれ、地区長がいる。また、最高部族長と、族長、町長がいる。大西洋に面しており、沿岸部には、首都モンドビアをはじめとして、港湾都市が点在する。地形は内陸部に行くに従って標高が上がっていき、北部にある最高峰のニンバー山の標高は1752メートルである。国土のほとんどは、 熱帯モンスーン気候に属し、非常に高温多湿で沿岸部を中心に熱帯雨林が広がっている。降水量は非常に多く、首都モンロビアの降水量は年5300ミ、mm、リメートルに達するが、内陸部では2000ミリメートル程度にまで降水量は減少する。河川のほとんどは国境地帯の山岳に橋を発して、すべて大西洋まで注ぎ込む。4月から11月が雨季、 12月から3月が寒気であり、寒気には内陸から春末端と呼ばれる砂混じりの乾いた風が吹くため湿度が下がる。IMF の推計によると2013年のリベリアの GDP は19億6000万ドルである。一人当たりの GDP は479ドルであり、世界平均の5%にも届かない水準にある。いわゆるタックスヘイブン、租税回避地の一つである。 林国シエラレオネと接するボミヒルズでは、鉄鉱石が採掘されている。ニン馬山にも膨大な鉄鉱石が埋蔵されており、山陸の池パオ基地として採掘が行われている。他ダイヤモンドや金なども発掘される。ダイヤモンドは、密輸出もされている。農作物では、油やしやコーヒー、ココア、ベー、砂糖キビなどが栽培されている。ゴムも国の重要な資源であり。 モンドビア近くにあるハーベルにアメリカのファイアストーン社がゴム農園を開いていた。最大の経済援助国はアメリカであった。1980年代に同政権はアメリカからの援助資金の多くを不正に使用などに用いていたため、リベリアの経済はうまくいかず財政難を抱えていた。このようなリベリアの状況に対してアメリカは失望してはいたものの、 まだ将来性があると援助をし続けていたが、結局1992年には、経済支援の失敗の経験と内戦から経済支援の見直しを行い、リベリアとの関係に見切りをつけた。1997年以降のテイラー政権下においては、アメリカはシエラレオネ内戦での反乱軍への武器輸出を批判し、リベリア産のダイヤモンドなどの輸出を禁止する厳しい圧力をかけた。 リベリアの経済は内戦前から悪化しており財政難も抱えていたが1989年以降の内戦によってリベリア経済は崩壊状態とり内戦が終わっても経済は悪化したままであったリベリアはまた安価な手数料や船舶国籍証書の発行の便宜を図る便宜知責国として知られる登録している船舶数はパナマに次ぐ規模であるがあくまでも 書類上の船績であるため、ほとんどの船舶は、アフリカ西海岸への航海を行わぬままその、一生を終える。国内の道路のほとんどは舗装されていない。全長4 9 0トルの鉄道は、鉄鉱石を輸送するために建設されており、他の利用は少ない。空港は、首都モンドビアに、第二次世界大戦中に、 アメリカ軍が建設した国際空港のモンロビアロバーツ国際空港がある。内戦以前には使用可能な滑走路が国内に49カ所あった。国内戦はモンロビア郊外のスプリングスペイン空港で運航されている。住民はほとんどがアフリカ系の先住民であり、主な民族としてクペレ族、クル族、マノ族、キッシ族、 マンディゴ族など16の部族がいる。また、アメリコ・ライベリアンと呼ばれる、アメリカ合衆国の解放奴隷たちの子孫が2.5%、ハリブ諸国からの移民の子孫も2.5%おり、非アフリカ系の住民では、レバノン人とシリア人や、白人モスクなどが存在するが、アフリカ系の黒人優位の観点から、これらの非アフリカ系の住民たちは、アフリカ系の黒人ではないため、 選挙権が認められていない。長らく、アメリコ・ライベリアンと、先住民族との間で対立があったが、1980年クラン族のサミュエル・ドーが、アメリコ・ライベリアンの政権を倒し、ドーが政権を握った。それ以来、クラン族は敵対する、ギオ族とマノー族に復讐し、部族間の争いが絶えなかった。1989年以来の戦争では、 クラン族の同政権を倒すためアメリコライベリアンがクラン族と対立するギオとマノ族と手を組み1990年に同政権を倒した。言語は英語が公用語であるが話したり書いたりできるのは一部の人々に限られている。その他に28に及ぶ各部族の言葉が使われている。和固有の倍文字を持っている。リベリアは公式には キリスト教国家であるが、実際には、宗教は、伝統的な宗教が40%、キリスト教が40%、イスラム教が20%となっている。キリスト教のほとんどは、アメリコライベリアンらの奴隷時代の名残で、アメリカ南部の福音派系のプロテスタントが多く、中でもメソジスト派が最大である。他にもカトリックもある。アメリカからのキリスト教宣教師もリベリア各地で、 活動を行っている。しかし、内戦中には戦況活動が厳しくなっており、1990年にアメリカ人宣教史夫妻の射殺された体が発見されるなど犠牲者も出ている。先住民族の伝統的な宗教はアニミズム的な先祖崇拝の念が強く残る。イスラム教はマディ個人のイスラム商人により多くの人たちを回収させてきた。 イスラム教の布教活動は1956年以来、エジプトとパキスタンから来た伝道師により活発に行われている。もともとリベリアの教育はアメリカ合衆国の教育のシステムに従っていたが、1989年以降の内戦により、リベリアの教育は崩壊的打撃を受けてしまった。6歳から16歳までが義務教育である。リベリアでは、 就学率が低く、特に女子は男子よりも低い2003年の推計によれば15歳以上の国民の識字率は57.5%、男性73.3%、女性41.6%である。主な高等教育機関としては1862年設立の国立リベリア大学、アメリカ聖光会機関のカッティントン大学、 高科大学のウィリアム・ヴィエスタブマン大学の大学参考で、いずれもモンドビアにある。中には、アメリカの大学に行く者も,もいる。また、リベリア政府は2001年に、モンドビアで、アメリカの通信教育機関、アダム・スミス大学の認定を受けていると主張している。リベリア最大の中等教育機関として、内陸のカカタに職業及び農業訓練学校の、ブッカー・ティワシントン研究所。 同盟のアメリカの著名な黒人教育家の中から、ちなんでいるがある。この研究所は、アメリカ・アラバマ州にあるタスキギー研究所はじめ、アメリカ植民地協会の宣教師、アメリカの慈善団体らグループの支援を受け、1929年に設立された。現在でも、アメリカから派遣されて、教育活動が行われている。モンドビアのアメリコ・ライベリアンは、 アメリカ合衆国の解放奴隷だったため、奴隷時代の名残で、アメリカ合衆国南部の新南部の文化を身につけている。12月1日には、マチルダ・ニューポートの日、マチルダ・ニューポートデーというアメリコ・ライベリアンの入植者への攻撃を追い払うのを助けた女性の国民的英雄を敬意を示した休日があったが、1980年に、ウィリアム・アール・トルバート大統領の時に廃止された。 マンディゴ人などのイスラム教徒にはイスラム教の祝日がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。